C 番内は移動は済んだかな。まあいいや、ちょっとやんねえとこの後詰まってるんで、やってれば始まるでしょう。というわけで、2月11日土曜固定 3-on-3 大会始めていきたいと思います。各兄弟スタートボタンを押して始めなさい。ちなみにこれもうすでに9時から予約枠取ってるんで、ニコニコあと50分しかありません。50分内で終わらせていきましょう。さあ A 番台隠し玉なんていうことでしょうか。あマジ久しぶりだよ。完全にチーム名がね、マイクさんのチーム老害なんですが、なんか完全になんか久しぶりとか言ってね、同窓会みたいになっても大丈夫ですか。 PR ぶり、カズキリズイ、マイク、ジョニー、テン、イノチーム、先方、テンさんのイノ、テンさん死なないでっていうね、あの T シャツが記憶に新しいです。対戦相手はエンスレイヤー、カリンチ、ジョニー、投げファウストチーム、先方、エンさん。さあハケさんはねもうすでに到着していますんで、まあちょっとねウォームアップしていただければと思います。さあテンさん最近また復帰してもう25なんですね、すごい。多分年末に新年会、年末っていうか年明けか、年新年会出て、そっからもうギルティ復帰して、もうこの強さって感じですね、すごいですね。あ、噛みついてきた。ナッパ8、バースト。さあ、ハイネレイク、巨幻、遠距離です、2K ナッパ8。ジャンケーから、ここはロングセップ、さあ、逃げる、逃げる。わー、怖い、危ない、怖い。ジャンピーから、うまー返した、あー、めっちゃなんか、いい感じにテンション上がってましたね。エクスタシーって感じです。逃げるから、あーっと急に攻めに転じた。なんだなんだ、一人舞台だ、やばいぞ、やべえ。なんだなんだ、すげえ天さん、これが老害と。長谷川さんに止まってましたか。さあこれエンさん怒ってるかもしれません。神吉試合入れ替えて、空中投げ、捉えてからの 2K、キングス、エンゲス、マッパハンチ、ラストアタック、ハイスラ、ハイスラ、ドーン、マイピー、ちょっと足伸ばしたぐらいですね。エンゲル打ちつつ、上海、うまい、ここはカウンターヒット、拾って、上海重ねから、2P 余りを潰していく。中ダッシュ、ジャン S、ジャンハイ、ちょっと黒く見えますが、まあ、光の加減的なものもあるでしょう。限界から着地、グランバースも届かないぞ。最後は普通でした。ジャンディ、フットルース、バーストでまずは回避。痛い、アスパイからクロスワイズヒール、ハイスラッシュ拾いなし、 K、ハイ、B 落として再び踏んで画面端、あー撲殺。そのような小芝居、おっと噂では8対2という組み合わせが今から 12？ え、ジョニーが2、いや俺は8対2とか言わず10-0って言ってたんですけどね、ずっと常々10-0って言ってた。最近になってダイヤが2上がったらしいです。けどマイクさん、ま、めっちゃスレイヤー戦うまいですからね。え、俺レバー握ってるだけですけど、ちゃんとマイクさん動かすじゃないですか。あーまずい、あっ武士負け、うまい。やばい、マイクさんもまたカリンチュエルボーの使い手、ブリッツちょっと早かった気がするが、空中ガードできるようになりました、やったね。さあ前に来る、お互いに前に出るが、コインが
かっこいい。対戦相手もいなくても成り立つかっこよさですね。ジョニーじゃんけん SD から前に来た、逃げていく、じゃあはい落として、あパイルバーンか落ちてキルキャンセル、マッパンジグッドガッツポーズしたらマッパンジが飛んできましたね。タチケエンヨス前に来た、キングスエンヨスタチケヤ、そらうまい、キングス追いかける、ヒールキャンセルからさらに亀梨に敗者ミストファイナーからジャンディー、スライハンダーコインまでレベル3ラスト、ちょっと持続をガードさせて有利フレームを取っていきます、うまい。ここはレベル、あーおおS? おお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 さあ最終ラウンド、コインに対してマッパンチ潜って、受け身狩り前に来た、ガードして前に来る、投げ抜けていく、クレチラスジャンディ、ちょっとバスト待ったか、前ハイからマッパンチ、確かにマッパンチジャンピ引っ掛けてフットロース飛んでいく、空中上げうまい、バックステップジャンプキャンセル、フリック取ってミストファイナー、湘南から KSKS ハイスラー、ここでバスト、おーキルキャンセル、タッチピーうまい、さあこの距離、さあ前に出るが逃げていく、なんだって恐ろしい、ポイントさんちょっと感電してるみたいですね、おーすごい速いな、しかし最後はマッパンチやる気は感じられた、また参加してください、はいはい、あチャップさんのチームタロラモさん出られなくなっちゃったんで3人でお願いいたします。疲れが見えるバーストでしょうか、わあ、いない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 、さあエンさんは容赦なく殴り続けて画面、あー見よった、早いが間に合わない、だから心配、2件目さあ捉えた、投げて画面中央、タチケキンエスカー、おフットロース、さあ距離表バックステップに引っかかっているが、ネビー逃げ、足前から画面欲しい、先生噛みついて噛みついて、さあダッシュ投げ、ロマンキャンセル、ダメージアップ、これあつながっていない、つながれば非常に美味しい有利フレームを取れるとこだったんですが、おお素晴らしい昔は初めてギルティの大会出た時にね、このアイーとか言ってるのは怖くて、なんか近づいちゃいけない集団なんじゃないかなと思った記憶がありますね。いや怖かったですよね、なんか今まだいいですけど、ま、完全になんか狼の遠吠えみたいな、あいけ、ケース待って、出してあげ、よろしい、出しゃい、うまい、倒しピー、エンキレスから、エンキレスですね、後ろ S から、S、D から、ここは噛みついていく、サンディー下ろして、ゲージあるぞ、何か通れば、ある、ガッキリキャンセル、いい判断だ、足前から、出しゃい、煽りの時によく見た光景ですね。ジャンディーからビーディーがここは届かない、追いかける、あー苦し投げ、素晴らしい、いい判断、こちら表そのまま叩き潰していきました、カウンターヒットを勝ったのはエンサのスリーダー3番で、ではジュンさん、トゥーリオさん、チャップさんのチーム、エヴァンナイで試合です、でマイクさんのチームは
ルーザーズでーす。どんな方も防ぐか。なるほど、一体化してしまえば立証できるというわけ。はいはい、今勝った円さんチームと純さんだよね、純さんとこだよね、純さん、トゥーリオさん、チャップさん、純トゥーリオチャップあいる、まあ、じゃんけんして始めちゃってください。A 番台は、今勝ちました、エンスレイヤー、カリンチュジョニー、投げファウスト対、ジュンミリア、トゥーリオイのチャップチップ。 OK、始めちゃってください。はい、A 番台、HP 側がカリンチュジョニー、エンスレイヤー投げファースト、 2P 側が、ジュンミリア、トゥーリオイのチャップチップ。先攻はカリンチュジョニー対ジュンミリア。さあここで先方に今日ですね、味方店でカリンチュジョニー対派遣10本選手があるんですけど、そのカリンチュが先方で出てくる。さあジョニーミリアだからまず1本、さあ即バースト入った順、めっちゃマイク打ってる。さあどんどん前に出てくるカリンチュジョニー、どういなすか。さあしけ足払いが届かない、2杯当たって立ち回り戻ってコイン前行く、危ない、針が刺さってエリアル画面端、下段ガード、針もガード入ってきて、今度下段、おうまい、下段からまた今度スプリッツは1回引きずろろして、うまい、ここでたまらず場所スキャン投げから下段ガード、しかしもう一回ゲラスだってエメラルドレインパスをマイケマイケどんどん追ってくる、でここでさばいて岩崎イエス、まだ生きてる、ブリッツブリッツ、最後は射掛け。そうですね、刀身といえども溶かせばただの人ですね。開幕手だ、リーチ、あ位置を入れ替えて足払いガード、ジャンプ2月、うまい切り投げ、うまい1回前手を足払い、しここで暴れが通ってスパイが当たらないがうまいこと補正切りに切り画面味、手段足払い、匂わせての足払い、カネチジョに取り返して 1-1 開幕コインが当たる、さっきからサジタリスがよく当たりますね。あ、お疲れ様です。 D バンドに勝ったのはさあ、エヴァンダイ戻って、今のは迂闊だったか、立ち合いからすぐに跳ねない、なんとか生き延びたか、スーパーから中段カード、ここで玉出しバストア、マイケンジャンジャン育って、下段が当たる、こちらもバストア、はい、はい、ありがとうございました。マイクさんのチームとヒロさんのチームが、真ん中 C 番内で、ルーザーズお願いします。で B 番内で勝ちトーナメント、長谷さんのチームとロイさんのチームそのまま連戦でお願いいたします。今日はあーけどいけそう、
あれこちら先方ハニーさんかな。やばいですね。Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Chip-san. Johnny versus Chip. Get ready to run.さあ先鋒戦制して出てるチャップさんのチップ。さあいい先輩よ。さあミスファイナーまでケース、ミスファイナーケナン、さあいろいろと動き回りますがなかなか取れるわけない。ミスファイナー前スライドジャンエース、ミスファイナー空中にダッシュガスコインコインから画面足に展開が早いぞ。あー素晴らしいセトレハーン、打点メガでもゲット。ちょっとねパッと見ウルトラアイに見えますよね。さあ前に来たがタッチ系冷静に返してきます。タッチはいスパイハンダー当たっちゃいましたがダメージは半分。痛い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 。さあチャプさんここは体力差がついてしまいますとなかなか強気に出るところも出られなくなってしまいます。デッキアルファ置き攻めはここは見えません。歓声が乗っている。さあスピンタッチはいジャンケジャンディからクッションになりますがここは当たらず。アルファ見えないぞ。なんかエルボーっぽいのが見えたが画面端到達。しかしこのコンボヒット数は時間的にもあるやべえ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 。バータイからのタッチミエス。あーここはコンボが難しかった。ここはアルファブレードの危険がありました。あっと前に来ますが空中として落として足場でこのバックステップコインを投げてあよし。さあここは嫌がらせ残念でした。やばい逃げろ逃げろ逃げろ。だあーなんだって後ろから殴ったぞ。すぐ投げていくやばい。あーかまーまーいやーしかし伊達じゃないバーストです。もうはいはい来た投げている。あチャップさんもここからあー止まる我慢が死んで生きてる生きてるが攻めた。ブリッツが怖いブリッツが怖い前に来た出さなく遠距離エース返して。うわダストは強いんですけどねガードを固めて8000万円投げてあげればこうやったらかなり嫌がらせにできますね。俺はもう今日だいぶ疲れちゃったんでこの後の味方戦終わったら死ぬ気がします。さあトヨリオさんとカリンさんの試合、カリンサヨンはこの後の10先がね控えていますからね。さあガード硬いがここで崩していく前ハーステから画面しコインコインバーストジャンはいやらしいぞ。あだったら死ぬしかし怪しい。ジャニー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 からミストファイナーからジャンエスジャンケイ S E スパイハンダートリオさん。あれスイッチやってない？スイッチ動いてるはずだけど。さあ、よし、ここは大きな置き攻めチャンス。ジャンケンズ上海からジャンケン上から来た。私はいからここはちょっ
飛ぶ距離が難しいところをごまかして画面端大きい攻めはスパイハンザーから空中ダッシュ K B2 からミストファイナー銀ユース、あーあれまちょっとバーストがちらついたかマイビー、ああーお見合いお見合い安いながらも下段で崩してプリツ読んで確かに決闘してあるか縦横蹴みからおお気がすあーここでもしっかり最速で押していきました。ガリンジョニーが2とあってあ3かさあですね今数字が切り替わりました。大変失礼いたしました。3歩で悪い人間がいるだけだ女をマイナスにしょ純潔かな。でトゥーリオさんのチームはルーザーズなんですけど今始まったばっかっすよね。 B と C どうしようかな。だからルーザーズなんですけどやれるとこはもうここしかないんでルーザーズジョニオチーム対トゥーリオチーム A バンドでそのままいきます。まあ、画面が止まったってのはお見合いのことだと思いますね。多分ね。Guilty Gear Exile Revelator。今日はこの後の味方戦もありますので、3位決定戦ルートですかね。決勝戦は遠山のチームが今決勝進出を決めて、今 B 番内で勝ったチームがこの後 A 番内で決勝戦を行います。あのベッドマンという少年僕と同じタイプのようだ。では時間を稼ぎます。ギルティーギアエクス Who dares to enter the main area? チップサンサンチップサンサンさあ行きましょう。 A 番内ですがマルハンソル、石丸チップ、ジョニオジョニー、アクローマ、ザト4人チーム対、ジュンミリア、トゥーリオイのチャップチップチームかな。これに勝ちますと3位決定戦進出となります。おー同期合戦じゃん。同じ色に見えるんだよ。このステージのこのカラーね、両方とも迷彩するとマジで見えないんだよね。どっちだ。シャープチップが1本選手、同じような色に見えるから実際石丸チップも1本選手。ベータブレード、バスを使って、はいはいはい、じゃあはい、タスキーからなんだだってそれ着手交渉じゃん KSSKD からのさあ痛いぞ。そのままいけるか、置き攻め、あ死んだっぽいな。お刻んで、さあたくさんくらい、さあたくさん、何してんのが完璧だったとしても負けるのは致し方なっせ。あれマルハンさんの方がいいかもしれないですね。ザトきつくないですか。あーいや確かに、けどマルハンさんがね多分やってくれると思いますよ。いやチップはきついと思うんだよなザト。命の大切さを学ぶギルティギア・イグザードレベレーター好評発売中です。頑張ってください。向きは届かない。さあ画面端足前から、はいはい、落とした。まだ体力は差ついてはいますが、えっ、おバータイか、チャップさんを信頼している。ああここでマウスを使う、いやーまずい、
マイピーを出していきたいところだ。今度ガンフレーム、タッチ K 蹴り上げていく。セクソの場合、バーンとかの感じですごい伸びていくのが、なんかすごい元気いっぱいです。ガンフレーム、ブリンガー回避。あーえギルティアイスカかな。ダシャイ、おいシーちゃん PSKD アルファアルファ画面端に張り付いて裏回ってダシャイ、高い日助け足寿司から距離を離してダッシュボールか。ヒートキャンセル、これは動きは見えてきたが大将は間に合わず、バーストを背負って着信出さなくていい判断だ。 B1 内は勝ったのは長谷さんのチームかな。長谷さんのチームは決勝戦進出です。このあと A 番台が来ましたら A 番台で、決勝戦、多分順番的に A 番台で決勝戦、 B 番台3位決定戦と同時進行できます。これ多分9時までに間に合うかな。おっとここはチャップさんが押せ押せ、いやーしかしボルカニックメイパーバーストをどう使うか。空中ダッシュ、あーやばい、走れ走れ、はい PS PPKD 落としておくには、おっと嫌な攻撃が怪しくなってまいりました。これはどうなる、ああーこれキルキャンセル、早い角度ですっげー歓声飛んできました。すごい角度ですごい速さで飛んできました。正しいですね。あと俺に選挙権はない。シュシュージャック・ホー vs Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? Madeline Eno vs Saul.さあ、トゥーリオさんとマルハンさんの試合です。さあ、2K スカシン爆捨て逃げを捉えていきます。おお、やり合っていきますよ。こちらバーストを使っていくか、使わずまず耐えます。いいじゃない、あーケミからセンターヒット、おーっとスルリと抜けて、あ蹴られる、あーそれでいいのか、今のはどうなんだ、ライオンとサンク出したら、あーあーバーターか。さあなんかわーっとぬーんぬーんと追いかけてジャンハイジャンケイジャン S まで、さあなんかよくわからないがいい感じに試合展開をね、マルハンさんが有利に進めております。B 番台勝ったのはマイクさんのチームかな。マイクさんのチームはこの A 番台で勝ったチームと B 番台で次3位決定戦です。この後決勝戦と3位決定戦を同時で進行いたします。よろしくお願いいたします。わあ捉えた、画面端に投げてユニバーサル何かが漏れたか、グランドワイパーかな、ジャハイ狂言はい、表現ダメ、ブリッツブリッツダッシュボールから全部ゲージがなくなって捕まえてガンフレジャンディ、あっいけたか、いける、いけている、落としてから置き攻め、どうすんの大丈夫。さあトゥリオさん後がないが捉えたぞ、ラッキーラッキー、あるあるあるゲージもある、あライオットスタンプ、これは削りか、これじゃギグにもな。Here comes the Daredevil.
この後 A 番台やったチームと B 番台で参加する。そうそうそう。頑張れマナハンさん。マナハンさんがショッキングに上がろうとしています。どうした？さあグラフトバイカーチャンネスチャンケーブッチャットにる針投げてファースト走れ走れもう何でもいいジャンビー B から触って2回からマキチュップジャンビージャンケー足払いが足払い長谷川右側が一方的に打ち勝って長谷川したんでね。どうする？ああこれね新バージョンだったらダウン取れてましたね。おいしいパン扱いされちゃうと怖いですね。あっおっ、ああでもどうせ多分ほらやっぱほらバーストされちゃうんだよね。さあこの後の展開ですよ。おっとこれはちょっと怖かったですけどもしっかり取ってきました。あー針かけてさあもう後がない潤さんもねだいぶ怖いながらもしっかり前に出て殺していかないといけません。おいしょい2杯ジャンヘルジャンニー KP ハインスラッシュボンベメンからおお転がってきた足前足を止めてつなげている。何を攻めるか。おっと早い。あー普通に半角っぽい。あーマスト使ったマジか。ありゃさあ最終ラウンドとなります。どうなるでしょうか。キュウチ足戻ってきて2杯 SDKP ハイスラッシュ落として捕まえたできますか。ジャンディ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 ふざけろビジネスボルカニックワイパーから飛んでいる。いやー消し入ってしまった。置かせて普通に投げ暴れっぽい。ジャンハイ刺さった。これバーストがあるか。おいーバースト4打が全部絡まっています。やばいです。流れも変わります。これあーそういうこと。捕まえてできますか。あーやっぱそうなんだ。なんでどうしてさっきまでできたのに。やばいぞ死ぬんじゃねえのこれ。あーどうせあーまずどうするもう考えてる暇ない。走るかそれとも変身するかどっちかで。あーもったいない。あーいや乗っている。そのままいくか。行かなかった。うーんなんだってやばい。これはね純さん怒っていいですよすごいことになりましたね。なんか知らんけど勝ってましたね勝ったな。マルハンソルというわけで B 番台で3位決定戦です。強かったですね。なんかよく分かんなかったですけど気づいたらハイ、ね、ハイエースボールか。ちょっとねまぶた閉じた瞬間に勝負が勝敗を決していましたね。 A 番台、決勝戦ハセスレイヤー初代ソルアゼスケメインチーム対エースレイヤーカリンチュジョニー投げファーストチーム。 B 番台マイクジョニーカズキリズイ天井のチーム対ジョニーオジョニー、ヤクロン技と石丸チップマルハンソルチーム。3位決定戦と決勝戦同時進行です。9時間に合いそうだね。はちゃめちゃが押し寄せてくるジャスラックにね考慮してねずらしていきます。では時間を稼ぎます。いやジャック王を使う。ジャック王時期尚早だが慈悲なき刑事の行動も早い。いやー恐ろしい試合だった。ジャスティスと融合すれば全て終わりだ。わかりました。ではイノに命じます。
はい、オッケーです。B バンダイ、どうぞ。貸してあげたことない。やばすぎるだろう。背徳の炎はいかがしましょう。ギルティー勢で歌が上手い人といえば、タクヤファースト、アイン先輩あたりが有名ですが、あと誰だっけな、タカさんとか、マジ上手いからね、引くわ。誰それ、ホークさんやばい、マジで面白い、おすすめします。ホークさんの筋肉マウント、北斗の剣はやばい。さあ A 番台決勝戦となります。ハセスレイヤー初代ソル、アゼツケメイチーム、先方は初代ソル、先ほど嫌がらせでね、初代という名前に変えられておりました初代さんです。対戦相手はエースレイヤーカリンチジョニー、投げファースト、先方投げファースト。はい、アインさん絶対演歌似合うというね、コンソメさんかな。全身取り替えちゃいましょう。さあ現在ワンピー側のチームは全員サンタでここまで来ている感じでしょうか。さあ初代さんが久しぶりの大会参加、まあ、ロケテスト行ってきたんでしょうか。立ち合いジャンケジャンディクザキョロからのこれはそう7つの傷、あー僕行っちゃった、前ハイスラッガードしてタフニール、ジャンディーで追い返してます。これは対空潰しですね、相打ち以上で非常に状況がいいです。ジャンハイ通した、ボルカニックワイパー画面端、グランドワイパーガムフェ燃えている、ジャンプに今2体が2ハイから当たらないがジャンディー、ああちょっとバルカンさんっぽいぞ。先ほどの試合の影響でしょうか、マルハンさんのオーラは凄まじい、まだこの場に漂っているようです。さあ画面走り、あーブラックホール、これはねもう無理やりですよ、まあ、戦いたくないと言ってる2人をね引き寄せる恐ろしいアイテム、やっべえことやってるぞこれ、読んじゃねえ、まだ残るか、はい、スラー足払いの腰部に差し込んでいきました。走った、ここは着地前うまく捉えた、ボルカニックワイパー叩き落としは当たりませんが、ボルカニックワイパーこれにはこの無敵の乗ってジャンプ系に勝つにはこれしかない。さあここは硬直、痛いダメージが伸びる伸びる、さあいい遠距離レースの差し込み、ボルカニックワイパー、もう初代さんのソロは本当にソロらしくていいですよね、ジャンピーから前ハイスラフィント、あフニール、おお、これはジャンプキャンセル間に合った、金魚さん、あっあっあっやばい、変なことしそう、めくりー、勝ったな初代ソル、まずてめえが医者に勝つバー話はする、ソルソルバーセルソル、 Here comes the daredevil、 勝代さん強いっすね、さあ出てくるのはカリンチュジョニー、止まりません、急いな、ダメ足、グワッパー判定を置いていた、出しけ後ろ替えて、さあいやらしい足払い、やばり読んでる、少し待ってる足払い、まずはレベルを上げること、カフニールカウンター、ラスト、ここはなんだって、すげえ、なに今の。リボルバー投げ避けるためになんかすごいことしましたけど、すげえ減った、ジャンディーマジか。強すぎる、なんかよくわかんないけどリボルバー効かんだよね多分ね、あ着地前にやったのか、いや違うよな、だって膝触らもない、あーの勢いのままに当たっていないか、切り替えが早いですね初代さんね、
さあマイケ、ここは確定させていく。さあここから地獄の見つめ、中段崩してボールかぶっていく強気出し系に、ここはブリンガーを噛み合わせ画面端到達、暴れ潰し、武器が飛んでいる、じゃんけん、おっといい判断だが、ちょっと出したその辺、グランドバイパー確認している、しっかり仕込んでパフニール、最大コンボガフレーム、オーガニックバイパーからの奥攻めは出たエルボー、そして連続ヒット、うわこっち来た、ミラー技強い、またしても表先ほどね裏を見せていたんで匂わせての表だけでした。勝ったのは初代ソル、初代先生、初代先生、初代さん、さっきのリボルバーですか、わかんない、わかんないって本人わかんなきゃみんなわかんないじゃん、ボルカ押したらあなった、マジかよ、ボルカロマキャンできちゃったか多分ボルカ出そうとしてハイジャンプキキャンとかになった感じですかね。まあ敵を欺くには味方からというですけども、自分を欺くは恐ろしい。さあ遠山のスレイヤー大将、先方大将戦です。うわ今のやべえマッパハンチすり抜けてきましたね、完全にクロスカウンター。マイクさん自殺したって声が入ってきたんです、どうしたんですか、何しちゃったんですか、今日なんか大会荒れてますか、全体的に大丈夫でしょうかあーなんだなんだ、初代さんじゃなくて初代さんが帰ってきた、はいはい、ガンフレ、さあパフニーをグランドワイパー読めません、この男いい判断だ、素晴らしい、しっかり対策してる、普段長谷さんとやってますからね、いやしかしここは前ステップ押し置きをしていきます、エンさん冷静、おっと捉えた空中ダッシュ、このマイピーの上を空中ダッシュジャンプピー、これがねスレイヤーきついんですよね、さあマイピーからチャージして拾っていいループ、ガンフェイム、キンヤセ、ジャンディ、グラケロ、ここにバースト、うわーファフニールに泣かされています、画面端痛い痛い痛い、落ちてこっち空中ダッシュ、いやーしかしジャンカイが当たってしまった、いいループ、さあ理想的な流れで取り返しました、最終ラウンド、あ、跳ねた画面端、ジャイスさん、はい、ジャンディ、ジャニケ、ジャンピーゲ、ディーじゃないですか、はい、ストラディー、うわー、わかんない、我慢してるか、初戦ガード、延期です、ジャンフレーム、あ、当たっていた、あ、いい判断でしたね、さあ、しかし、レンさんもここ、しっかりホールド、ファフニール。ジャンエス表、キンエス、エンエス、キンエス、エンエス、タッチ系から手を止めて追いかけてバイピー、ガンフレーム、ファフニール、しかしここは足割カウンターヒット、勝ったのはエンサンのスレイヤー。さあ出てくるのはアデスケさんですね、ここは同キャラ戦を避けます。初代さん強かったっすよ、初代さん徐々に怒ってください。いや、どさくさに紛れてなんかお願いすれば OK もらえるかなって。さあ、アゼスケさんですね。アゼスケさんも長谷さんとやっているでしょうから、メイン戦だいぶやり、メインじゃねえ、スレイン戦だいぶやり込んでるはず。ホールインワン的な、さあもうね、もう肉体派のメイです、アデスケさん8範囲だったらこの持続の長い技スレイヤー本当めんどくさいんですよね、ニーエス乗せていった、ジャンピー、ジャンケー、ジャンニー、ジャンニー系は当たりませんが奥攻め継続、マッパチ、ニーケー直前ガードからしっかり投げていきます、ジャンエス、上海、遠線が
ダウンが取れるのは大きい走行者、表か裏か、裏しっかりガードしていきましょう。前見、素晴らしい、クロスサイズバスト、距離を見てしっかり前見をしてきましたね。さあこの後は距離で回る、バックステップが回れてクロスワイズ、キンエスジャンケー、ハイスラー、D から踏みつけて空中ダッシュ、デッドアングルから、一旦広い引いて、チャンハイ引っ掛けて、スタンプ、マッパチ、おっと、前に来た、強すぎる、メンタル、しかし、後ろからパシピ。さあ、お互いに攻撃は空振りというか、エンサーは何もせず、今で勝ち。終わり？終わり？あ、マジですか？やった！これ1勝しか出てないけど、3位決定戦はジョニオ、マルハン、石丸、アクロマチームです。やったね、マルハンさん今日大活躍でした。あとでジョソヤを持ってください。そんなバカな。石丸先生もナイスなね、仕事でした。あとで牛角を奢ってください。やったー、あー、しかし A さんが倒している。さあ初代プレッシャー、謎のプレッシャー、俺あんだけ活躍したんだから分かってるよねといったね、このプレッシャーのかけ方、長谷さん超うざそうですね。頑張ってとりあえず。頑張ってとりあえずって何、初代さん。さあ対象戦はまさかの同期の戦、エンスレイヤーマーさん、ハセスレイヤー。さあ前進前進、前範囲からパイルバンカー打ち込んで体力ここで並びます。ヒルキャンセル、確かに空中して引っ掛けた、下に待ち構えるマイビー、さあ早いが、おお見ている、前ステップ立ち上げたら潰せ、ジャンゲスジャンゲーからギリスね、立ち剣マッパンチ、この後読みは立ち剣、前ステップに対して立ち剣置いていますが展開、うわーかんねえぞこれ、これはドラゴンボールか、見えない、ハイスラ S、 おっと D 使ってバスは、いやー踏ん張れます。はいはい、うまーい、ファイルバンカー画面端噛みついた、ジャンハイキングス足払いから足払い、そうですね、ちょっと失敗、踏みつけた空中で捉えて、次どっちに、あー爆速キャンセルブリッツ、この組み合わせみんな高さみたいになりますね、すごい。ジャン S、 ジャンハイ、ジャンニー K から KS、 ハイスラー D 落として画面端潰して空中出し、見えねえんだけど、ニュースは届かない。さあバックセブンキルキャンセル、どっちだ分かんない、前 B 置いて、さあ立ち合いすら引っ掛けた、裏ヒンバスト待ち構える、いやビラニアかこれ、ジャンケンからのブリッツ、なんなんだこれ。さあキールキャンセル、マッパンシ前ハイ、裏に落ちて引っ掛けたい、エンさんはゲージコチバーン抜けている、スルリと避けて画面端捕らえた、なんでこれは素晴らしい。さあコンボを決めるたんびに初代さんがホッピングしていましたが、見なかったことにしましょう。最初ラウンド、足前か、わかんねえ、すごく打ち上げ対策している、中段キングス、エンゲス、助け足払い、バクサイ抜けた、ジャンケクロスワイズ、クシダッシュ、おー潜り抜けた、立ちハイすら置いている、投げも兼ねているでしょうか。さあ持続なんでみんな当たってる、さあエンさんを、あーめくってる、マジかこんな見えねえ。勝ったのはハーセスレイヤー。それで最強、道草を食ったな。いや最後の最後までだ、どっちにどれがいるか分かんねえんだけど、これやってる方は分かってるんですかね、なんかもうヒットストップの瞬間に自分の存在を認識するみたいな試合になっちゃいましたね。いやというわけですごい大将戦となりましたが、最後に立っていましたのは長谷さんのスレイヤーです、おめでとうございます。さあ、本日はこれより、10分後ですね、枠が変更になりまして、ミカテンの、ハーケンさんのソウルとカリンさんのジョニーの試合をお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。すごい試合でした、まあ、ちょうど50分で終わりました、ありがとうございました。
戦士としても紳士としてもまだまだ半人前だな。スレイヤーウィンストレイト。君はメンタルに左右されすぎる。ソダイさん、運が良かった発言です。雑念を取ってみたんや。あ、Cバンドにも変えないとな。Guilty Gear Exile Revelator。